昨夜遅く主が言葉をくれたのですが、それは歌でした。イーストゲートクリスチャンフェローシップのドライブインチャーチで発表したいと思います。これはコロナウイルス宛てのもので、そのせいでこのようなドライブインチャーチになっていますが、これを書いたとき、あなたたちの思いに合ったことだと心で分かりました。これは私たちへのメッセージであると信じます。あなたがどこにいようとも、これは私の教会、町のためでもあり、あなたがシェアするとき、あなたの町や国のものとなるよう祈ります。これは声に出して一緒に祈らなければならないことです。一緒にですか？いくわよ。コロナ、インフルエンザよ、言いたいことがある。お前は私たちの自由を奪い、友を誘拐した。見知らぬ人や親しい人たちの命を奪い去った。誕生会やウェディングや旅行を延期させ、学校のクラスやジムメンバーをキャンセルさせ、コロナ拡大の恐れで映画も行けなくなった。愛する人の世話もできず、亡くなった人を埋葬することもできない。お前は給与を盗み、仕事を奪った。マスクや検査薬や綿棒の入手を困難にさせ、国や市や町を倒産させた。企業が溺れている間、数兆ドルを盗み、教会から人はいなくなり、ストアの棚も空っぽです。野球場は空に浮かぶ飛行機のように空っぽです。世界中で親がホームスクールをしています。でも虐待者が虐待をし、被害者は囚われています。仕事にも学校にもキャンプにも行けず、郵便物も開けられなければ切手すら舐められません。ヘアカットやマニキュアなどは待つことができるけれど、必須のビジネスって何？と議論になります。コロナウイルスよ、お前は一体何者なの？がんより劣るがインフルエンザより悪いもの。世界中を恐怖に陥れ、本当に大切な私たちのハグを盗んだわ。握手は過去のものとなり、よしよしするのもダメ。頬へのキスは永遠にタブーとなった。でもコロナウイルスよ、黙って聞け。二度と言わないから。私は国家と家族と友人を要求する。お前に終結を知らせ宣言する。私たちは封鎖と暴落と禁止を閉じ込める。お前を隔離し、お前のプランを無効にする。経済を開け、体よ治れ、労働者よ働け、消費者よ消費せよ。コロナという名の悪霊よ、よく聞きなさい。お前は中国からではなく地獄から送られた。今日そこへお前を送り返す。町から出て行き、私たちの前から消え失せなさい。私たちはお前の兆候や症状を恐れない。私たちが祈りで戦うことによりお前の支配は衰退する。コロナよ、今がその時、これが立ち退きの通知である。孤立、鬱、死はもうありません。恐怖よ、希望を受け取りなさい。肺よ、命を受け取りなさい。だからさようならコロナよ、さようなら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 。私たちは町やパーティーやハグを取り戻す。私たちの霊はワクチンや薬では癒せない。分け前を隠したり蓄えたりすることでは癒されない。私たちは生き続け、愛し続け、祈り続けることによって癒されるのだから。アーメン。天の父よ、パニックに協力したことを悔い改めます。主を減り下り祈ります。国を癒してくださいますように。アーメンですか？アーメン。